整備施設に入るコロンビアオービタ整備施設はアメリカ合衆国のスペースシャトルのオービタが飛行艦に整備を受ける3つのハンガーのうちの1つである。オーフマイナス1、オーフマイナス2、オーフマイナス3と呼ばれる3つの施設はすべてフロリダ州のケネディ宇宙センター第39発射施設にある。東には発射台に移動する前に外部燃料タンクと 個体ロケットブースターが取り付けられるスペースシャトル組み立て棟があり、オーフマイナス1とオーフマイナス2は低い格納庫を挟んでつながっており、オーフマイナス3は道を挟んだ場所にある。オーフマイナス3は以前はオービターメンテナンスリーハービショメントファシリティと呼ばれていたが、後に完全な機能を備えたオーフとなった。スペースシャトルのミッションが終わるとオービタは ナサシャトル着陸施設から割り当てられたオーフに向かう。使われたペイロードが取り外され、機体は完全に点検。修復されて必要であれば耐熱タイルも張り替えられる。その後、次のミッションに使われるペイロードの一部が取り付けられて点検される。オーフマイナス1はアトランティス、オーフマイナス2はエンデバー、オーフマイナス3はディスカバリーに割り当てられている。 この記事はパブリックドメインとなった NASA のウェブサイト及び資料をもとにしている。ありがとうございます。